今こう伝わって壁に向かって足を上げてこういう状態を作ります。こんばんは。今日は背骨を動かしていくエクササイズをしようと思います。で、よくあるやつが丸くなったり反らしたりっていうのはなると思うんですが、これだといきなり全体的に動かすので、うまく背骨が動かない人は動かない部分が動かない、して動く部分が動くみたいな差がすごくついてしまうので、今日は下の方から順番に3つ4つに分けてやっていこうと思います。で、昨日のクイズの答えが体温32度から35度になると低体温症と言われています。35度台の人って結構いると思います。特に女性の方とか、また年齢が高くなってくると体温が下がってくる人もいるかなと思うんですが、ということは、35.5 度ぐらいの人とかだともう低体温症に近いということになります。で、今回背骨を整えるということは、背骨の状態が悪い、姿勢が悪いと神経、自律神経の状態が悪くなってしまうということにもつながってくるので、自律神経の状態が悪くなると、なんか心拍とか体温とかっていった調整の部分っていうのも悪くなってしまいます。なので、この背骨を動かしてバランスをとっていくっていうのは、姿勢のみならず体調を整えることにもつながるので、ぜひやってみてください。例えば不眠症であったりとか、となんだ、ホルモンバランスの関係で体調が崩れやすいとかっていうような人は、ぜひ背骨のバランスを整えるということを試してみてもらえたらと思います。それではやっていきましょう。それでは最初にこの骨盤の骨の真ん中のところ、仙骨とその上の背骨の一番下の付け根のところ、腰椎の5番というところ、この付け根を動かしていくエクササイズをします。で、壁にこう使って壁に向かって足を上げてこういう状態を作ります。で、そしたら足を両足ともつま先を内側に向けて、で、手を外側に向けて天井を押すような形で体勢を取ります。で、片手ずつ頭の上の方にゆっくりと持っていきます。手をしっかり伸ばした状態で耳に手がつくように持っていきます。で、戻ります。では次はね、腰を動かしていきます。じゃあ続いて腰を動かしていくのに四つん這いになります。で、よくあるこの丸くなる反らすっていうやつ、これを応用したエクササイズで腰を少し小さく動かす形にやっていきます。で、動かす時のポイントはこの仙骨を後ろに下げる、で、骨は戻すっていう感覚を持ってやると、この腰椎、腰の部分が動かしやすくなります。お尻を下げる、上に向けるっていう感じです。で、さっきの仙骨と腰椎のストレッチをやっておくことで、これが動かしやすくなります。で、動く速さはすごくゆっくりでいいので、しっかり的確に腰部を動かしていきましょう。では次は少し上、このいわゆる背中とみんなが言うあたりを動かしていきます。この状態からお尻を少し下げて、このぐらいの体勢をとったら、みぞおちを引っ込ますようにして上に上げるような感じにして丸くなります。で、今度は下ろしていきます。これでちょうどみんなが背中という部分が動きます。
これができたら今度はそこから上、この肩甲骨の間のあたりを動かしていきます。肩甲骨の間はいろんな伸ばし方があって、さっきの延長線上でもいいんですが、これが一番しっかり伸びるかなと思うので、この壁を使った方法を紹介します。膝をついた状態でしっかりと壁を押します。で、頭を支えていく。しっかりとこの時、頭を下げる時に壁を押す感じを忘れずに、こうすることでしっかり肩甲骨の間が動いていきます。サイズはどうだったでしょうか。今の内容を、2、3セットやってもらって背骨を動かしていくといいかなと思います。例えば、スポーツしてる人だったら準備運動に取り入れてみたりとか、あと普段特にスポーツとかしてない人だったら夜寝る前とかやってみたり、朝起きた時とか何かどっかの時間に決めてやると、習慣化できていいかなと思います。どのエクササイズとかストレッチ、マッサージにしてもそうですが、この時間に、マッサージとかする時間を作ろうと思うとなかなか難しいので、朝起きたら、ちょっと背中を動かすとか、寝る前には背中を動かして寝るとか、なんか決めてやると、取り入れやすいと思います。背骨の動きが固まってくると姿勢が悪くなるだけじゃなくて、そういった体の機能っていうのも低下してくるので、ぜひいろんな人にやってみてもらいたいと思います。それでは今日の問題です。今日は、背骨を動かしていったんですが、今日動かしたのは腰椎と、胸椎という部分になります。で、背骨といっても一本の棒ではなくて小さな骨が、たくさん並んで、それが関節となって動くことができていますが、胸椎と腰椎は何個ずつあるでしょうか。では、答えは次回の動画で出していくので、よかったら次の動画も見てください。動画の高評価、チャンネル登録、コメント、 SNS でシェアなどお待ちしております。バイバイ。